こんにちは、ブログの川野宇田です。今日はですね、もう一人の自分を作って本当の自分を見てみよう、こいつなら何かやってくれそうかというわけのわからないお話をしたいと思います。で、この話は起業したての方とか、私自身は起業して今3年ちょっとなんですけども、私よりもですね、先輩方はちょっと鼻で笑うようなお話かもしれません。なので、起業したての方、私と同じような境遇の方にですね、ぜひご覧いただきたいと思います。先輩方はここで動画消してください。ちょっと私自身恥ずかしいですから。で、今日どんなお話かというと、私は常日頃から意識していることがあって、もう一人の自分、私を作るんですね。ちょっと意味わからないかもしれません。宗教っぽいとかそういう話じゃなくて、もう一人の自分を作り出すんですよ、想像上で。で、常に自分の隣にもう一人の俺がいるんだっていう意識を持ってるんですね。で、これどういうことかというと、このもう一人の自分が自分から見て、今の本当の自分はかっこいいのかっていうことをですね、常に意識してるんですね。もう一人の自分から見て、今の本当の自分は本当になんかやりそうな男に見えるのかっていうことを意識してるんです。で、これ他人の目を気にするっていうのとちょっと違うのは何かというと、例えば服屋さんに行ったとしますよ。服屋さんに行って、もう明らかにですね、どう見てもめちゃくちゃダサい店員さん、そのめちゃくちゃダサい店員さんがものすごいかっこいいですねって言われたところでですね、いや、その前にお前がダサいんだから、ダサい、そんなダサいお前にかっこいいって言われるってことはダサいことな、ダサいってことじゃないかとか思いませんか？かっこいいって言ってくれたとしても、じゃあその人のかっこいいの基準ってその人しかわからないじゃないですか。だから他人にかっこいいって言われてもあんまり嬉しくないんですよ。で、他人にすごいねって言われてもあんまり嬉しくないんですよ。その人のすごいのレベルがどこにあるかわからないですよね。でも自分自身って自分が一番分かってますよね。で、今の自分が作り出したもう一人の自分が、今のお前すごいよって言ってくれたとしたら嬉しいじゃないですか。基準が分かってますから、今の俺がすごいって思ってくれたっていうことなんですよ。ちょっと説明しにくいんですけども、じゃあ例えばちょっと前にですね、私は LINE のゲームにハマっていたことがありまして、スマホでやる LINE のゲームで、 LINE バブルとか、なんか LINE ポップとかいろいろありますが、私がハマってたのは LINE バブルというもので、ご飯食べてからちょっと夢中になってしまったりとかしてたんですね。そんな時があったんですよ。で、それってもう一人の自分がもし隣にいたとしたら、いや、お前何やっとんのって話じゃないですか。それ分かってるんですよ、自分で分かってるんですよ。そんなゲームやってる暇はないって分かってるんですけども、もう一人の自分がもしいたとしたら絶対に注意しますよね。で、もう一人の自分からして、 LINE のゲームやってる自分ってめちゃくちゃかっこ悪いじゃないですか。それが嫌なんですよ。なので、もう一人の自分に常に格好をつけるというか、もう一人の自分から常にすごいなとか、お前ならなんかやりそうだなとか、そう思われるような行動を取ろうとしてたんですね。これ、ゲームだけじゃなくても、仕事でもそうですし、遊びでもそうですし、とにかくですね、もう一人の自分を作って、で、常にそいつのことを意識しておくと何かと行動力がつくんですね。行動力というか、なんか面倒くさいからやめようとかっていうことをしなくなるんですよ。で、そこでもし面倒くさいからやめてしまった時に、じゃあもう一人の自分がもし隣にいたとしたら、あ、やっぱりお前はその程度かって思われるのが嫌だっていうことです。でも、それは他人に思われたところで関係ないってことなんですよ。他人のレベルっていうのは、基準っていうのは人それぞれ違いますから、ある人がお前なんてやっぱりそんなやつかって言われたところで、別にその人と考え方が全く価値観が違ったりとかしますよね。だから他人はどうでもいいんですが、自分ですよ。自分からして今の自分はどうなのかっていうことをですね、常に意識すると、何かと行動力がついたりとか、面倒くさいからやめようっていうことがなくなりますので、商売の発展につながっていくんじゃないかなというお話です。これ先輩からすると本当にバカみたいな話かもしれませんが、結構ですね、使えると思うんですよ、この意識。もう一人の自分を作って、で、そのもう一人の自分から見て常に
一歩先を歩くような自分を意識するっていうことです。まあ、参考になれば幸いです。どうもありがとうございます。